はい、皆さんどうもこんにちは、ザッキーです。今日はですね、ある D ランクのピッチャーでね、一人面白い球種を持つピッチャーがいるのでね、それをちょっと使っていきたいと思います。こちらの投手です。はい、こちら中日のロドリゲス選手ですね。割と最初の方に出てたはずで、まあノーマルスカウトとか引いてたんですけど、なかなか当たらなかったんですね。で、先日ね、ようやく当たったということで動画にしようと決めたんですけれども、特能は D ランクなので、まあないので、球種まずは見ていきましょう。このようにね、ムービングファストが D、スライダーナックルカーブが変化量5、斜めのスプリットが変化量3という4球種になっております。なかなか面白くないですかね。まずね、ムービングを持っている点、最近ではね、ダルビッシュセレクションの赤堀選手で話題になった球種だと思うんですけれども、赤堀選手が球威 B だったので、まあ D ランクですし、そんなに曲がるわけではないと思うんですけど、まずこれを持っていると。そしてスライダーとナックルカーブが変化量ごと結構曲がって、斜めのスプリット、これはね高速シンカーみたいな感じだと思うんですけど、まあこれも持っていると。このね斜めのスプリットを持っているピッチャーもねそんなにはいないので、いろんな球種でねこのピッチャー惑わせていけるのではないかなというふうに思っております。今回はねランク戦で一旦使おうと思うんですが、まあ変化量がマイナス1になるのでね、ランク戦で使ってからその後ルーム戦の方で1イニングだけねスピ統一で仮に S ランクが出た時の、まあ、ちゃんとしたね変化量がマイナス1になってない状態をね見せながら投げて終わろうかなというふうに思います。普段は配球系 YouTuber としてね、ピッチャーごとの配球動画やこのようにピッチャーに関する動画メインで動画出しております。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。はい、それではね、ランク戦の方で使っていきたいと思います。お相手の方、阪神純正ですね。さらに4割あってリボンも1個あるので、ね、結構ちょっときついかもしれない、もしかしたら。じゃあバッティングはね、ちょっと飛ばしていきます。はい、1回の裏打ってきましたね。とりあえず3点取れたのでね、まあいい援護点になったんではないかなと思います。まずムービングいってみましょうか。いや、多分コントロールはそんなつかないと思うんですけど、あんまが曲がんないですね。やっぱ変化量マイナス1なんで、変化量が E になっちゃうんですよね。さあどうだ、これは。あ、いいコース。おー、いいっすね。ナイスボー、ナイスボー。とりあえずワンアウト。他の球種もちょっと使っていきたいです。変化量マイナス1なんで、ナックルカーブとか多分ね、捉えづらいと思うんですよね。さあ、この辺。外へのナックルカーブ。ああ、見逃してくるか。なるほどね。もう一球いってみましょうか。ちょっと今度、キワキワに。サード。ああ、ちょっと外れすぎちゃったかな。スライダーはちょっと残しときたいですね。このボールゾーンからちょっといってみましょうか。もう一回、ナックルカーブ。ちょっと外れるか。厳しいな。スプリットで、ちょっとここ取ってみましょうか。いけるかな。ああ、甘い。あ、見てくるね。ちょっといろんな球種みたいなのかな。まあ、追い込んだんで、ムービングかな。ちょっと外に。いいコースいってほしい。あ、外れすぎ。まあ、ちょっと外れるの見込んで、ちょっとストライクゾーンにムービングいってみましょうか。佐藤。あ、いいんじゃない？あー、オッケー。取れるか？いやー、ナイス。いいっすね。面白い、面白い。バース怖すぎね。長期にしようか、これは。スライダーちょっといってみましょう、じゃあ。低めに、アウトコース。オッケー、なんと三者凡退。いいんじゃないですか ?2 イニング目ね、ちょっとじゃあ移っていきましょうか。はい、2イニング目移っていきましょう。7点というね、まあ十分すぎる援護をね、ちょっと、加えられたので、とりあえずね、ロドリゲス選手投げていきましょうか。スプリット。ああ、いいですね。変化量2だから結構厄介なんですよね。スプリットって多分これ高めからでも変化変わんなかったはず。ごめん、ちょっとあんまり覚えてないですけど。そうっすよね、うん。多分変わんないと思います。だから今みたいな使い方もちょっと面白いですね。じゃあムービングちょっと同じ子に投げてみましょうか。あー甘いな。まあね、コントロールはどうしてもしょうがないですよね。やっぱ打たれるよな。まあ2イニング目になるとちょっと慣れてきますかね。左バッターだったらナックルカーブ中心とかの方が良かったかもしれないですね。じゃあまあでもなんとかちょっと抑えていきたい。勝ち投手つけたいですね。勝ちを。まずはスライダー。オッケーオッケーオッケー。スライダーいいっすよね、結構ね。今度外にスライダー行ってみましょうか。いいんじゃない？まあまあまあ、オッケー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 。で、スプリットをちょっとここら辺に、適当に。これ入るんじゃない？あ、ナイスボー。あー、オッケーオッケーオッケー。いいね。まだ一失点もしてませんよ。佐藤輝明選手か、ちょっと怖いな。ムービング行ってみましょうか。ムービング。いいコース行ってほしいね。あー、まあ悪くはない。あんま曲がんないですね、やっぱね。ちょっとスタミナ切れそうだな。ちょっとナックルカーブ、甘めのところ、アウトコース、サード。オッケーよーし、打ち取ったっすね。さあ、あと一人。いやー、近本選手怖いっすね。打ち取れるかな？スプリット。ちょっとこの高めのとこから投げてみましょうか。さあ、どうだ？まあ、しょうがない。これは。低めにムービング。これ入る気がする。
サード。うわぁ、めっちゃいいコースいったよな、今。ナックルカーブをインコースに。最後これゼロで抑えたいな、せっかくだから。あんま曲がんなくなってきてるですね。で、曲がんなくなってきてるか、これスライダー入る気がする。サード、いいボール。いや、ナイスボール、ナイスボール。どうしよっかな、これ。ムービング高め行ってみましょうか。これボールだと思う。ナイス、ベストピッチ。いや、惜しい。いや、もうこうなったらナックルカーブしかないですね。もう神頼み。甘い。いやー、三振。なんと無失点。ロドリゲス選手めっちゃ強いっすね、これ。 S ランクで出たらちょっと使ってみたいな、やっぱり。はい、それではね、こちら超高速ルームの方で、まあ、1イニングスピ統一でやらせてもらってます。お相手の方めちゃめちゃ強いね、宮廷の方なので、まあ、とりあえず投げていこうかなというふうに思います。まあこれ D ランクなんで、とりあえず長打警戒でいいかな。スプリット高めからいってみましょうか。一旦これ、あー甘い甘い。まあでもちょっととりあえず見てくるかな。まあムービングじゃあいってみましょうか。さあどうだ、ナイスボールじゃない。おー、いいですね。あー、ちゃんと曲がりますね、 D でも。そこそこは曲がるかな。じゃあムービングをもう一球。あー、ちょっと外れすぎちゃったかな。スプリットも一回行ってみましょうか。ちょ、この高めのとこからね。普通の変化をするんで、ストライクに。いやー、きつい。ベストピッチャーと出さないとな。スライダーかな。スライダーを外に。ベストピッチ出さなきゃなって言って、ナイスピッチ作ったの。おー、ナイス。いいっすね。スライダーが結構曲がるから、捉えづらいのかもしれないですね。ちょ、ナックルカーブちょっと隠しておきましょうか。高めのこっから、さっきもな、ランク戦多分投げた。こっからスプリット。甘い。ちょ、あ、いかれた。いや、飛ぶな。飛ぶっすね。まあ、D ランクなんで。しょうがない、これは。これはね、ちょっとずっと長期じゃないと無理かもしれない。ナックルカーブいってみましょうか。外にナックルカーブ。あー、見てくるんですね。じゃあ、こっからナックルカーブをインコースに外れるように。いいんじゃない？ナイスボール。いやー、取れないか。きついな。まあ、でもね、やっぱこのレベルになるときついっちゃきついですね。スプリット。さあどうだ。まあでも結構やっぱりスライダーとかナックルカーブは曲がりますね。あの変化量5なんで。ランク戦の時はマイナス1になってて、まあ、変化量4になってたと思うんですけど、5だとやっぱり、まあ、最初にね、打ち取れたように、まあ、ああいう打ち取り方もできるのかなというふうに思います。スプリットもね結構悪くはないし。お、ベストピッチ決まった。いいコースいくんじゃない。そう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 、こういう感じで。ああ、いいっすね、打ち取れましたね。ナイスナイス。ああやってね、高めから入れていくこともできるんですよ。だからスプリットって、あの高めでも変化量が変わらないので。で、そことして合わせてムービングをね、ボールにしていくっていうのも面白いんですけど、まあ、コントロール悪いので入っちゃいますよね。さあ、これはどうかな。もう一球。いや、ナイスボール。オッケー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 。結構早い感じで振ってきますね。スライダーインコースいってみましょうか。さあ、これはどうだ。いやー、ナイス。0点に抑えましたね。あ、0点じゃなかった。1点取られてたわ。そう、ホームラン取られてたんだ。まあ、ロドリゲス選手はね、こんな感じになってきますからね。でも結構面白いピッチャーなんじゃないかなと思います。Sランク出た時とか、ね、特能によっては結構参るんじゃないかなというふうに思うので、もしね、出たら使ってみてほしいかなと思います。では、エンディングの方行っていきましょう。